はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングリビッシュです。では、信長の野望大使続きをプレイしていきましょう。まあ、前回はですね、三好が、織田領、伊勢侵攻をかけてくるところをですね、事前に察知。これを、大軍が展開できない、宅食にて待ち受けた上で、撃破。現在、信長の方は3万の軍勢が残っているという状況です。で、今4月で兵糧が3万しかないんで、そんなに長いことこの大軍を動員し続けることが難しい状況にはなるんですが、これはね、好機なので、この好機を逃さず、今回はですね、こちらの戸内城に攻め込もうというふうに思っています。では早速軍勢を動かしていきましょいくぞ。う。まあ、力攻めで一気に久秀俺のこにもる戸続内け。城を落とすという作戦ですね。で、敵の数がどれくらいかだな。敵の数、6800。大した数はいないな。そうなるとだ。こちらは全お任軍突せくだ撃にさしれ。て、我にお任一せく気だにされ。敵の壊滅を図りましょう。短期決戦ですね。お任せください。まあ、前回ですこのね、戦、10お面任埋伏せを。の陣。10面埋伏の作戦を行ったんですけども、ちょっとそれうまく決まったかどうか、クエスチョンではあったんですけど、今回はね、もう敵の数はこちらに比べ始め。てかなり少ないので、一気に攻め落としましょう。ちょっと待って、3000しか展開できないの？兵が。マジか。どういうことだ、これは。いや、これは予想外だな。何が起きてる？ 3000 対3000の戦いになっちゃってるね。何を仕掛けてきたんだ、敵は。まさ俺か、にこん続なとけ。ころで。敵の居場所が知れました。見えたぞ。大丈夫か？敵の居場所が知れました。撃て。天下御免の歌舞伎者、前田慶次様のお通りを。ちょっと心配な展開だな。まさか3000しか兵お手がじゃ、出せないと見はせ思わなかったてやける。ど。まさか我らが。まあ、いた勝てばぞ。いいんで。これほどとは。覚悟なき者に負けはせぬ。天下御免の歌舞伎者、前田慶次様のお通りを。今だ、放て。今は引こう。よし、決まったな。ちょっとね、3000しか兵が展開できだないがとそころれにじゃ逆に久秀お出にしはせぬ。引き込まれる形になるとは思わなかったけど、まあ、とりあえず勝てたんで、この後は、まあ、力攻め、強行をかけて、戸内城を取りましょう。攻め、勝ち、奪う。それが信長の戦よ。かたじけない。乱世が望むはよし、戸俺内の城を取った天ね。下よ。久秀は、逃がしましょうか。ここはいずれ久秀は配下に加えたいですから。逃がしましょう。かたじけない。で、戸内城を取ったんで、この後、筒井を取るか、式山に入るか、高屋に攻め込むか。まあ、高屋だな。行くぞ。いや、兵の数で言うと式山の方が全然少ないね。ただ今、三好を一気に削り取る好機ですからね。筒井のちょっと外交状況を確認しておきますか。筒井とは12か。
筒井を叩いておいて、ヤマトを我が物にしておくっていうのがいいかな。それかやっぱり三好を削るか。三好だな。三好を削って筒井は軍門に下らせましょう。で、報告いたします。13,000 か、ちょっと持たないな。で、彼らはどこに行くかというと式山に入るんだ。ちょっと兵糧が心配だな。となると集結中の 15,800、 これを式山で叩いて式山を取った後に、敵の方から、三好の方から和睦が来ることを願おう。というわけで式山に攻め込みましょう。俺に続け、取り囲め。長吉、再び相まみえることになりましたね。で、15,000か、展開できる兵の数は。で、左近がいますね、敵には。我にお任せくだされ。信長の数は圧倒的に高い3,500があるんで、ここも全軍突撃で一気に決めましょう。まあ2回ぐらい前ご覧いただいている方ご存知かもしれないんですけど、味方の方は戦費がかさみすぎたがために足軽を一部というか大部分解雇しているんで、農兵中心になってるんですよね。そうなると長引くと不利になりますからね。それを防ぐために全軍突撃で一気に決めにかかりましょう。やりたい、前へ。いや、これ全軍突撃同士がひしめき合ってるな。今は引くぞ。油断大敵だぜ。ものすごいこの山あいで密集してますけどね。何、信長が回想だと、信長は逃がして、信長が完全にいなくなると負けてしまうので、信長を一旦引きましょう。いや、信長が回想する、もう他の部隊が頑張ってくれたな。やっぱ信長のところはお金がかかってでも足軽中心に編成を組まないと今みたいな事故が起きますね。お、松永長頼、これは逃がしておいて久秀と一緒に登用しましょう。でだ、信長はというと式山を力攻めにして落としましょう。乱世が望む俺の天界で、どうする。あとは高谷に攻め込むか飯盛山に攻め込むか。まあ飯盛山に攻め込んでおく方が無難な気はするな。耐久B、 いやでも高谷の方が耐久は低いか。ただうまみがあるのはここ見ると南蛮堂、まあ南蛮寺ですね、いわゆる。あとは牧場があって、こっちはっていうと鉱山があるんですね。どっちの方が証券として美味しいかっていう話ですね。そうなると、そうやって考えていくと、飯盛山証券は全然発展してないけど、戸内証券近辺の方がうまみはあるかな。鉱山あるしね。そうですね。なのでここは兵を再び集結してくるの。結構な頻度で集結してくるな。一旦岸和田を取る。岸和田取って敵壊滅させる。ただこっちも兵糧がないからな。いや、ここは一旦交渉しよう。まあ、僕賢
しこまった。和睦をしておいて和睦に応じない可能性もあるんで、その場合に備えて信長は行軍で高屋城を攻めましょう。俺に続け。取り囲め。さあこれで三好の出方がどうなるかですね。もうお金ともかく米が全然ないんで、このまま形成するのは難しいからな。とりあえず米を少し買っておきましょう。お金に余裕がある今のうちに。まずは考えをしておいて、式算でも考え。かしこまった。よし、どうなる？兵糧1万6000を織田家に譲渡。兵糧1万6100を織田家に譲渡でいいんだよね。織田家が譲渡するんじゃなくて、織田がもらえるでいいんだよね。だったら悪くない条件なので、一旦こうしてしまおう。どうなったの？三好とは講和したんじゃなく？講和してるよね。ちょっと、外交状況を確認しよう。だから、こっちが、あ、そういうことですね。秀吉が今言ってきているのは、こちらから講和を申し入れていたけど、向こうの方が先に講和を申し入れてきていたということで、微妙なタイミングだけど、こちらの交渉より、三好の方が先に交渉してきたっていうことだな。だから読みが当たったってことですね。こちらが攻めていれば、三好の方から、停戦を申し入れてくるんじゃないかっていう読みが当たったというところなんで、ここはじゃあ一旦兵を開兵しましょう。このまま、ここに展開させてる意味はないので、開兵をして、で、戸内と式山に人を入れていこう。で、ちょっと気になるのが、だいぶ勢力的に信長も頑張ってるんじゃないかっていうところで、ちょっと信長の勢力確認しますか。まず、吉本なんですが、兵数6万8000。さすがに大きいですね。で、金銭収入が1万。養老収入が3万7000。で、大国武田。まあ、兵数が9万5000か。大きいですね。さすがに。さすがさすが。で、信長はというと、ただ、これどうですか？金銭収入、さらには、養老収入で見ると、決して劣ってないですよね。兵数もどんどん回復できるというか、さらに増やせるでしょうというところを考えると。では、一旦兵を休め、兵糧を蓄え、しかるのち、また三好討伐を始めていきましょう。報告いたします。なんで、しばらくはちょっとおとなしくしておきましょうね。これより表情を行う。うん、まあみんなそこそこいいんだけど、もう一声欲しいんで、ここは再考させよう。で、信長が光って商業28の論議15。で、丹羽長秀が農業29。増田長盛も農業29か。そうすると、反米の軍事10と、論議35は入れたいよね。で、残りが、どこにするかだなぁ。商業26も大きいけど、まあ、ここは丹羽長秀にしとく？丹羽長秀にしとこう。これで表情を終える。で、農作業改革が入ってるね。新しくできるものとしては。ただ、これはまだ発動できない条件になってますね。では、金利外交、朝廷来訪頻度上昇。これ、嬉しくいいか嬉しくないか、ちょっと微妙ですよね。金をいっぱいせびられる可能性もあるんで、ちょっと一旦見送って、で、エリゼ2例2を入れておこう。これでまたお金が入ってきやすくなるでしょう。で、牧畜支援にするか、鉱山開発にするかでいうと、鉱山開発ですね。さっき見た通りです。
で、操船術とか、まあ、理関係が入るようになってる。これはやろう。よし、今回だいぶ、試作が進みましたね。方策が進みましたね。で、あとは、バリバリ、進んでいきましょう。本当だったらね、この堺さっさと取りたいですよね。で、武将を配属していきましょう。武将がいないところは、今で言うと、二つあるんで、岐阜が人で溢れてるんで、岐阜から人入れよう。まず、式山に岐阜から人を入れよう。で、一人はね、戦える武将を入れたいんで、岐阜から戦える武将ってなると、今だと光晴の時期が、城主か。で、戦闘向きの武将は統率武勇で見ると、まともなやつが残ってないな。貞雄がいるね。貞雄入れよう。で、貞雄の他は、まあ何人か適当に使わしましょう。式山は最前線になりますからね。あと、戸内城も岐阜から人を入れたいんだけど、岐阜ってもう人、まともなやついなかったよな。となると、観音寺には戦える武将が多いはずなんで、観音寺から一人入れて、残りを岐阜から入れていく形にしましょうか。といったものの観音寺も、利家ぐらいしか出せるやついないな。美濃三人衆は一緒にしときたいよね、気持ち的に。で、義高は、鳥羽城唯一の戦える武将でしょ？大垣。あと戦闘向きの武将がどれだけいるかだな。まあ、織田家中ご覧の通りいっぱい人いるんだけど、それこそね、成政は名古屋城で唯一戦える武将でしょ？そうなると誰を出すか。光晴は出せない。原長より出しとく？原長より他、岐阜城から、まあ、適当に何人か出すか。かしこまりました。よし、これで武将はカクカク入ったので、少し内政で、9月のお金が入ってくるのを待ちですね。親善送っておこう。筒井家には親善をして、暗にこちらに味方するように差し向けていきましょう。で、他なんですが、畿内の情勢を見るにつけては、どうだろう。他。今後、播磨方面に進出するという意味では別所、赤松、旗野、この辺りも一気に飲み込みたいけど、そのためには本願寺が邪魔だよね。で、今川の息の根も止めにかかりたいしな、そろそろ。ただまだ国力をつけるという意味では、大阪方面を完全に三好から奪い取ってからになりますかね。まあ、三好の方もね、さらに軍勢を立て直してくるとは思いますんで。報告いたします。で、筒井には暗にこちらに味方するように申し入れをしておきたいので交渉しておきましょう。筒井に対しては同盟締結。かこれしでこまった。次、三好と合戦になった時にこちらに味方してくれれば御の字ですね。で、さっきの戦いでよく分かったんですけど、少なくても信長のいる、ここに関しては、農兵を下げてでも、足軽を1万配備しましょう。足軽を1万配備して、まあ、それこそ観音寺。相当強力な部隊に仕上げていこうかな。あと、鉄砲も買っておきたいですね。鉄砲を
644,000円、まあ買っとくか。三段打ち早々に極めたいんで、これでいいでしょう。先に進めます。筒井とは同盟が結べたので、いつでも三好と回戦可能な状態になりましたね。もうラッキーになれば兵糧がまたドカッと入ってくるんで、先月の終始でございます。ご命令を。そしたらまずは忘れないうちに鉄砲を買っておきましょう。ありがとうございました。おっと間違った、兵糧買っちゃった。まあいいや、兵糧なんて金がいっぱいありますからね。で、農業の方は何をするかというと、日野城は開墾しておこう。で、他は岐阜城で貿易免除。他は、まあどうでもいいといえばどうでもいいけど、式山とかはちょっとね、全然足りてないんで、今後のために開墾しておこう。長野も開墾だな。鳴海も開墾して、まあこれくらいでいいかな。岐阜は観音寺は治水だな。伊賀上野も、伊賀上野は開墾可能。よし、これで本当にいいでしょう。で、歩兵も進んでる、神前も進んでる、すべて武将も入れた、いいですね。吉本が三度戦争を仕掛けてきましたね。さてさて、厄介だな。末森城に吉本の軍勢58,000。58,000か。いきなり58,000で攻めてくんの、末森城に。いや、恐ろしいこと言うな。総大将吉本、58,000。で、舞台の詳細を見ると、吉本、忠次、元康、まあ、後の家康ですね。樹形院、元信。待ってくれ、信玄が入ってんの、今回。マジか。初めて信玄と相ま見えることになりますね、これは。いや、恐ろしいな。しかも信玄の舞台17,000。うわ、怖。怖いな。これ、マジで怖いわ。どうしましょうね。そうするとだ。味方の方も急いで末森城に兵を集めなきゃいけないけど、いきなり末森城に入るのは危険なんで、まずは上田に、上限23,000しか入ってこれない上田に人を入れよう。待って、信長今どこにいる？信長どこにいるんだ？信長の兵がこんだけしか出せない理由がわからない。2750ずつしかみんな出せないのはなぜ？わかった。鉄砲にしてるから、いや、関係ないな。兵装を解けばいいんじゃないの、こんなの。よしよし、わかった。そしたら、やっぱり、一旦行軍で、末森城にして、待って、どうしてだ？秀長いるけど、他の武将がいないのは意味がわからないってなるのは、半兵衛とかが入っちゃってるからなんだよね。なんで、一旦解除して、秀吉、全員解除だな、全員解除。んで、信長のところは軍勢をマックスまで上げよう。10,000。んで、副将格は半兵衛でしょ？間違いなく。半兵衛にして、あとは、そうだな、
秀吉を入れよう。で、部隊の追加で、あと部隊数が多いところから集めていこう。伊賀上野、戸内、五所、鳥羽、松ヶ島、岐阜。いやー、兵集まってないな。これくらいかな。1ヶ月かかるか、兵が集まってくるのに。進め。報告いたします。足利との同盟が残り1ヶ月、これは継続せざるを得ないよな、どう考えても。これより表情を行う。まさかこのタイミングで。申してみよう。面白い。吉本が再び退去して進行してくるとは思わなかったな。お、商業行動回数増加は大きいですね。これはすぐにでもやりたい。精鋭鉄砲もいいね。ちょっと精鋭鉄砲見ておきますか。お金が80に軍事が160必要ですね。商業か。で、行動数増加は商業が120必要。これ商業最優先でやった方がいいな。商業最優先でやりましょう。次のターンはね。今は目の前の敵だ。ついに信玄と相まみえることになりますからね。そしたら先に行軍を開始して、上田で待ち受けましょう。よし、これで吉本軍と上田で決戦ですね。吉本、信玄が入ってるからな。これは強力ですよね。吉本、信玄、受刑に。まあいいでしょう。味方の方はというと、それなりに軍勢は入ってるけど、まずは信長の7200を持って全軍突撃だな。全軍突撃で。吉本の本陣を瓦解させる。まあ何といってもね、信長の方は全員足軽なんで戦意が高いはずなんですよ。これこそまさに全軍突撃の好機だ。俺に続け。信玄と吉本、信玄吉本の連合軍に信長が挑む。信玄はどこだ。さてと信玄の場所を探ろう。いた、信玄だ。吉本は一番奥にいるな。信玄とは戦わずに吉本の本陣を狙おう。天下御免の歌舞伎者、前田刑事様のお通りを。押し込め。動く。雷帝のごとし。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。戦は押されてはいるね。全軍突撃が当たってたのか外れてたのかわからないけど、吉本の本陣を狙えれば。今吉本の本陣に味方が殺到してるんで、この状態を維持できれば勝機は十分にある。よし、改装させた。このまま逃がすな。吉本の本陣を引くの。よし、勝利をつかむ。いい風だな。行こうか。この策で勝てるはずだぜ。どんな策、ご覧くだされ。名は覚悟せよ。注意しなきゃいけないのが、この信玄と相対している部隊なんだよね。
ここはね、かなり苦戦が予想されるんで。この策で勝てるはずだぜ。ここもな、忠次強力だからな。まあやっぱり吉本の本陣を壊滅させるのが一番いいね。よし、吉本の本陣壊滅させたのが効きましたね。吉本信玄連合軍を撃破。従え、信長が天下。かたじけない。よし、勢いに乗じて靴掛け城を取ろう。行くぞ。出陣する。一人たりとも逃すな。いや、ちょっと焦りましたけどね、信玄と吉本の大軍6万が攻め寄せてくるとなると。同盟切れか。ちょっと迂闊でしたね。そしたらすかさず合戦の方に夢中になっちゃったんで、同盟を申し入れましょう。承知いたしました。まあ、6000の兵は味方の3万の軍勢で一もみにしましょう。まあ、本陣切り込みで全然いいでしょう。全員士気も高いはずだ。勝家が切り込んでくれれば戦いは決まる。敵の居場所が知れましたな。逃さぬ。覚悟せよ。放て。敵も突撃態勢ですね、これを見る限り。で、勝家がちょっとピンチになってるか。ただ勝家が犠牲にはなってくれてるけど、その分こちらは敵を大きく囲い込む形になったんで、まあ、少しね、勝家がピンチですけど、勝家だったら持ちこたえてくれるでしょう。よし、完全に敵を壊滅させたね、今回は。ただ勝家がだいぶ消耗してるんで、靴掛け城を取ったら、一旦吉本と和睦しておきたいな。我が野望、何人たりとも止められぬ。片付けない。で、信長はどうする？もう一つ先に進む刈谷城まで取ろう。で、並行して交渉もしておきましょうね。承知いたしました。おっと、しまった。勢い余って内政するのを忘れてやっちゃいましたね。二日きに元信が攻めてきている。まあ、二日きぐらい取り返すんでいいでしょう。すぐに取り返そう。まずは刈谷が先だ。受け入れよ。信長が作る新しき世。行くぞ。で、すかさず刈谷城、これを直虎から奪還。この戦任せてくれよ。あとは
この靴掛けを取った後に公安に持ち込みたいですよね。せっかくなんで。さあ全軍突撃だ。どうやら私を怒らせました。このままでは敵の居場所が知れましたな。切り込め。さあもう一ターンで蹴りをつけたいけど、逆に押されてるね今。どういう状況？味方が押されているだと。どういうことだ、味方が押されるなんてあるか。こんなに押してると思われる状況で。繊維ゲージが完全に押されているのは繊維がなぜないんだ。やりたい、前へ叩き潰せ。引っかかったな。何が起きてるんだ。容赦せぬぞ。敵の居場所が知れましたな。やります。これは負けのようです。やっと半分まで戻したけどね。我らが一気に戦局が傾いたね。こっちに一時期はどうなるかと思いましたけど。容赦せぬぞ。かかれ。あの陣があれですね、残ってると敵の戦意がやっぱり高いまま維持されちゃうんだな。それがちょっと良くなかったですね。あとはもうコンピューター任せで十分勝てるでしょう。今が好機、叩き潰せ。今は引くぞ。策のある者がいるようです。で、靴掛けをしっかり奪還した後に義元と和睦したいな。よし、靴掛け取った。何、氏真のと氏真が登用可能になってるけど、どういうことこれ。氏真さん、氏真さんはちょっと登用しちゃおう。じゃあ残りは取っておいて、で集結中って言ってもな、刈谷城に向けて進軍中か。じゃあ刈谷城で敵軍を待ち受けしますか。俺に続け。はい、というわけでちょっと長くなってきましたので、一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきましょう。いよいよ義元との決戦に及ぼうかというところになりますね。はい、では引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の
収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。